はい、週の頭の月曜日と言い続けてなんかもう、忘れないでしょ。そうですね。月を矢から望まんでいい、日に水かけてテューズディみたいな水辺に苗をウェンズディってすごいなと思ってたけどそんなあるんですか。覚え方しなかった。俺はなかったですけど、木刀腰にサースディとか。知らないです、知らないです。金ちゃん料理はフライデー。わかんないです。土曜来週までゴブサタデイ。あれ太陽が太陽33でサンデーだったかな、覚えてないけど。はい、うん、でもそんな感じで。それ学校でやったんですか。うん、あ、自分らでいや、だから適当に何かで見たんだと思う。で、それで僕はそれで覚えたから。ああ、なるほど。いまだに、それ僕と腰にでサンデーだパッというふうにパッと出ないときは、それ、はい、それがまだ出るもん。あ、そういうもんですよね。確かに、うん、基本的に語呂合わせ暗記な人間だったんで。おー、だんだんね、その語呂合わせが凝りすぎて、そのね、意味がよくわからない何を覚えるためにこの語呂合わせ、その語呂合わせはすごく覚えてるんだけど、はい、それが何の語呂合わせなのかがもう思い出せないっていう状況にはなるんだけどね本末転倒ってやつですね、うん、はい。でも木刀腰にとかちゃんと木になったりちゃんとしてるからね。あ、うん、あ、確かに、うん、だから水田になるウェンズディも水位でちゃんとやってるわけで、はい、はい。ちょっと勉強にもなる日韓限定です。はい垂直の舞台でウィーン PR。 ロンドンの観光名所トラファルガー広場でオーストリアのウィーンに観光客を誘致するための PR 活動が行われた、うん。同広場には高さ21メートルの垂直の舞台が組み立てられ、上から吊り下げられた役者たちがダンスを披露するなどしてウィーンの魅力を紹介したそうですなんドリフだな。そうですね、もうなんかドリフだな、これは。なんなんだか、うん、すっげー。でも ダンスとかちょっと面白いだろうね。そうですね、すんごいジャンプできるからね。そうですね。バーン。ただまあ、ジャンプが妙にこう描いたジャンプにはなるんだけれど。そうですね。おかしいなっていうジャンプになるんだけど、ちゃんとそれをまあ、カメラこう横にして、はいはいはい、撮っておいて、はい、それで、ちょっと、ごめん、3つ撮って、って。いくよー、って、よいしょ、パンって。そうそう、だから、8位では全員ゲームついて結構ドリフ、リスペクトじゃん、はい、あれは。はい。だから、そのネタも結構あったからね。ああ、そうですね。布団でこうやって寝る、はいはいはい、寝るシーンもあったじゃないですか。はい、ありましたね。垂直に寝るシーンも。はい、あそこも、ちょっと、ちょっとじゃあ、飲み物取ってとかいうのとかを結構やった大江が。ああ、うん。じゃあ、次ますよ。おー、ちょっとちょっと、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 ちょっと。で、確かね、ケーキ出してっていうのは、はいはい、あのシーンで。布団で寝るシーンで大体ケーキ出してバンっていうのも、あの時はな結構大変だったんだよな、ケーキが。あ、うん、あ、そう思い出した。その時に、はい、あの CM の、あのオールナイトって CM が一応挟んだりするんで、はい、そのは CM で可能かな、はい、可能だな、可能かなんかやってた時だ、はいはいはい、その時にそう言われてみれば多分そのちょっと覚えてないけど、その8位では全員元帥って、はい、1月ぐらいにやってるんじゃないかと、うん、あれそうだったかな、ちょっと今思い出せないが、はい、うん、なんか多分誕生日的なことをやったのかな、だからケーキが出てきてるんだと思うんだね。あ、なるほど。あ、まあ、そうか、そうですよね。はいはいはい、だから、で、可能誕生日1月10日なんですよ。おう。うん。これ見てください。ああ、帝国カレンダー。帝国カレンダー。帝国カレンダー。帝国カレンダーで1月を見ていただく。これなかなかいいんですよ。これが1000円で今。安いですよ、これは。1000円で売ってます。1000円で売ってます。最後までもんで、いろいろと出てきて、いろいろと出てきて、最後こんなのも、いや、ガンとありまして、猫の大佐。はい。可愛いですね。っていう帝国カレンダーの1月を見ていただく、元帥から始まる、はい、1月5日に元帥の誕生日がありまして、はい、その1月10日に加納の誕生日があ、だから、CM シーンでケーキ出すネタがかぶって先にそれガンってやられて、はい、ちょっと待てよ俺たち後でやるじゃんそれちょっと先輩に気遣ったらどうですかっていう。ネタ被してくることないでしょっていうふうに思った覚えが。なるほど。そのね、芸人の先輩後輩みたいな感じ、はいはいはい、後でそのネタ先輩がやるのにって。お前それを先にやるってどういうことよっていうのは。
なりましたね。なるほど。そこら辺ちょっと気遣ったらどうすかねって。何のインパクトもないですよね、僕らがやっても。そうですよね。っていうようなことがね、やってると。特にオールナイトっていうのは毎日フリーなんで、はいはいはい、そういうことがよく起こりうるんですよ。なるほど。というのも、まあ、なんていうんですか、ライブ感のあるものとして楽しんでいただければなと思います。はい、その時の、結構さ、ゲースを見てる人っていうか、そういう CM 中でも、はい、ゲースを見てる人がいるんだよ。っていう人は結構怖い目で見てたと思う。俺、ジョーコーチと僕はものすごい怖い目で睨んでたと思うんで、おいおいって感じで。どうすんだよ、後で。っていうぐらい。あの後ですもんね。あの後、この後、俺たちのネタどうすんだよ。そのままやるのそのままやるしかねえのかなって。ことを、なんか、口は、顔は笑いながら、もう目だけはもう真剣に見てたと。思います。そんな楽しみ方もある。なるほど。そんな楽しみ方もある。裏の歩き方。裏の歩き方ですね、こういうのも。はい、参りましょう、2ヶ月。あ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、もう一回見ましょうか。今何の話したんだっけ？何でしたっけ？垂直の舞台。垂直の、そうそうそう、垂直の舞台から。なんか今すごい僕も今フリーに喋ってたんで。あ、オープニングトークと間違えてしまった。うん、で、うん、じゃあメール行くわ。はい。でもね、そうそう、こういう間違いってすんごいあるんだよ。おラジオとかやってて、はい、なんか、その曲のコーナーで、はい、コーナーっていう風にやって曲のこと一切喋らずにで再コーナーでもう一回コーナー振るっていうのが今そのコーナーなんですよ。ああなるほど。よくある。へえーうん。っていうのがねよく、はい、その舞台上でもよく間違いやすいことです。あなるほど。高木さん行きましょうかね。じゃあはい。元帥おはこんばんちは。これはただの個人的なお便りです。まあお便りに公的なお便りも個人的もあまりないんですけど、うん。10月23日のお魚、私も昼飲み参加いたしました。おっと。おい。おっと。昼飲み。いた。いたか。そうか。昼飲みの人だ。とても楽しかったです。ありがとうございます。あ、550の中への二冠元帥で、私も昼飲み参加しましたが、足のあれはミスだと。ああ、はいはい。足のさ、包帯巻いてて、はい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 、ラスト元帥包帯巻いてたっていう、はい、ピーちゃんが包帯巻いたやつだけど、ラストシーンも、あれそのまま式典で終わってれば、はい、元帥がね、その演台から出てくることないのに、はい、なんであんなシーン作るんだろうな。あのシーンがなければ、別に包帯取ってなくてもバレること絶対ないのに、はい、で昔ね、これ ZEP でもやったんだよ。あ、そうなんですか？うん。ZEP でもこの間違いは一遍やってしまってるっていうぐらい、ね、あれを取り忘れるんだ。ああ。足のあれはミスだと。でも式典後、私は友人とこんな話で盛り上がりました。止血帯巻いた元帥は実は時空列の違う P ちゃんだよ。違うシンクロだよ。その時本物の元帥に止血帯巻かなきゃなら何かがあったんだよ。元帥に足の何かがあったんだよっていう。という妄想話をしておりました。で、追伸。ああ、もう呼び止めたのに先行っちゃうから、おかげで場所分かんなかった。あれ、誰が閉じ込んだのっていう、うろ覚えですか。いや、合ってると思う。そんな感じだったと思います。ああ、もう呼び止めたのに先行っちゃうからって。で、どっちにどこね。おかげで場所分かんなかった。で、誰が呼んだのって。の、取り返しはさすがです。昔見てたので、あそこはミスなんだとは気づきましたが、本当にさすがの一言です。改めて元帥の頭の回転の良さに脱帽を惚れ直し、尊敬いたしました。スタッフの皆様、どうかこの気持ちを元帥様にお伝え願いますって僕が読んでるから分かってると思いますけど、だからね、もうまあいいや、今日分かりやすくちゃんとミスの一個の例を見せてるから、あこういう感じ、ミスってこういう感じです。なるほど、こういう感じですよ。まあでもそうだね、まあそういうところですごいって思ってもらえて喜んでちゃいけないんだよ。いや、すごかったらそのミスはしないんだよ。その時点で本当にすいませんね。ちゃんとこれ多分 DVD 入りますので今締めとして入れますので、うん、まあでもああいう時に取り返す、取り返す人間っていうのは実はまあまあもちろんこれは頭の回転いりますよ、もちろん、はい、だってただでさえ焦ってるんですから、はい、焦ってるけど焦ってもしょうがない、うんうん、ここは、うん、どう面白く笑いに持っていくかっていうふうにするんだけど、うん、要はね周りがついてこれないんだよね。ああまあうん、うん、はい、
だからこっちがまあダーッと取り返してそうやってやって、まあ、一応受け答えするんだけど、はい、そうすると大河妃、夜桜大佐がもう固まってるっていう夜桜大佐さん何を固まってるんですかって合わせてくださいよっていうちょっとそこで一人でお地蔵さんにならないでくださいよってっていうね、そこも入れれたら入れたいなっていう固まってしまう夜桜大佐って、はい、舞台上でそういうことなさったんですか。そういうこともある急な、だからもう緊急パスだもんそれ。そうですね、緊急事態がもはやもうみんな事故の判断で動くしかないっていう状況になるので、まあ、そういうところも裏の見方でございます。そうですね、はい、だからね、ピンチの時にあの市民の皆さんにとっては めったに見れないチャンスがあるっていう。確かにめったに見れない、はい、もう完全にそこだけですからね。ピンチの後にはチャンスあり、はい、明日の週間日課減衰はチャンスだと思います。お相手は減衰ごとく、洲本修正と。まあ、しいことも真島新でした。また明日お会いいたしましょう。バイバイ。バイバイ。